南海22000系電車、南海22000系電車、南海22000系電車とは、南海電気鉄道に在籍していた、一般車両、通勤系電車で、ズームカーの位置系列、通勤ズーム、各ズームとも通称される。本校では本系列の改造、車体更新により派生した系列のうち2200系、電車、2230系電車についても記載する。 和歌山電鉄に引き継がれた2270軽電車については、和歌山電鉄2270軽電車を参照の子。高野線の山岳区間直通運行用、大運転イコール全区間運転高性能車としては、21001系を1958年から1964年に申請した。大運転は急行として運行するために、当時宅地開発の進行で、 乗客数が急激に増加していた河内長野駅以北で4両編成の車内は相当な混雑を呈していた。そこで2万1001系に河内長野以北で2両を増結し6両編成で運行することで混雑感は図ることを目的に1969年に導入された。形式はもは2万2001型で奇数車、偶数車で編成を組む。 元来増結用が目的であったため、本系列はすべて2両編成で申請されている。2両単位での使用が可能になっているが、4両編成の時は4の倍数の数字の車両番号が極楽橋寄りを向くように通し番号で揃えられていた。例、22001220022200322004。 車体は普通構成で、客用ドアは1.3メートル幅の両開き扉と、1枚、加工式の側窓を採用した。前面は2万1001系の非貫通型に対し、貫通型となった。7100系を17平方メートル扉車に、したようなスタイリングで、座席も全席ロングシートである。奇数車に、パンタグラフが2機装備されている。 制御方式は抵抗制御で21001系と同一性能だが、電装品は1973年の河川電圧 1500V への昇圧に対応して、副電圧仕様とされ、1台の制御機で4個の電動機を制御する21001系の 1C4M 方式から、南海としては、初採用の 1C8M 方式に変更された。主制御機は、偶数車に装備されている。 台車は 21001K と同じ住友金属 FS-17、FS-317 FS である。1969年に上記の目的で一時車22001から22002から22007から22008の4本8両が新造された。翌く1970年に大運転に一部残っていた。 旧型車の1251型をすべて置き換える。目的で二次車、22009万から22010万から22027万から22028万の10本に重量を申請し、極楽共育直通にも編成を2本並結して、充当するようになった。二次車では、パンタグラフは、下枠交差式となり、冷房装置の設置準備工事がされている。 最終造備車である1972年度の三次車、22029から22030.22031から22032の二本4両は二次車に準拠しているが、新生時から分散式の冷房装置が搭載され、また、前面には方向膜が設置された。製造は二次車までは東急車両、製造を大阪製作所が担当したが、 旧帝国車両工業から継承した、この工場での鉄道車両製造は1971年で打ち切られたため、それ以後に発注された三次車については、東急車両浜製作所が担当した。1.2次車も後に冷房化改造がされ、この際には前面のみならず、側面にも方向膜を設置し、三次車も1975年に、側面方向膜を追設。 一時車ではパンタグラフが、種型から下枠交差式に変更されている。なお、冷房化されて、以降も一時車と2.3時車とでは、電動発電機の形式が違う。一時車は TDK-3736A、2.3時車は TDK-3725A。1990年以降、2 1 0 0 1の、代替として2 0 0 0が申請されると、 本系列は二万千一系に加えて二千系とも並結するようになる。その並結運用時代の九百九十二年十一月ダイヤ改正で高野線休校が混合駅に定するようになり、これに伴い高野線のダイヤ乱れが状態化するようになった。このダイヤ改正時点で本系列は四川区に残っていた吊りかき平営防車千五百二十一系等の置き換えようと一部は 大運転で継続して使用するために更新、改造の上、全車両を車後を変更する計画であり、このため1993年以降改造が実施されたが、その後の計画変更により、大運転用は2000系に統一する方針に変更され、大運転からは離脱することになった。これにより、 22001万から22002.22003万200 2. 2 200から22004.22017万2から22018.22021万2から22022万22の4編成8両は更新改造されることなく1997年から1998年に廃車された。このうち22003万から22004万の2両については 熊本県の熊本電気鉄道に譲渡され、200系電車に改造された。なお、22021編成を除き、一度南海本線系の支線と塩見橋線へ転用させていた。本系列は1993年以降の更新により、以下の系列番号を与えられた。2200系、2230系は2008年の時点で、塩見橋線。 高島浜線、棚川線などの支線運用についている。2270系は、岸川線で運用された後、2006年4月1日に、同線と共に、和歌山電鉄に引き継がれている。なお、2200系、2230系については、下記、天空を除いても、波2201系、模波2231系の第二パンタグラフ、連結面側は、 使用が停止されている。22005.2200722013 22、編成から2201から2251から2203から2253の3編成6両が改造された。形式は、元奇数車がモハ2201系、元偶数車がモハ2251型となった。当初から、 視線運行用に更新改造した2230系と異なり、大運転で継続使用する目的で、車体内外装を更新し、同時に車椅子スペースも設置している。しばらく、高野線で急行などで使用されていたが、2000系の追加申請によって、視線用に転出した。側面方向膜は更新改造に際し、7100、 軽向機更新車と同様のサイズに拡大されている。支線転出時に、工術の2230系と同様に、改造工事が行われたが、貫通フォロワクは残されており、また、車体のかさ上げ工事も行っていない。その後、2000年にワンマン運転対応改造が施行され、この時にドアチャイムとモーースズが設置された。ただし2203から2253は、工術の 天空へ改造されるため、高野線へ再び里帰りすることとなった。2009年7月3日に運行開始された、高野線山岳区間、橋本駅、極楽共駅間の観光列車、天空、天空用に2203編成が再改造され、改造車の形式称号、車両番号はモハ2208系2208、モハ225系2258となった。 車両番号の下二桁08は橋本の葉を58は高野さんの荒野を表しているとのことである。改造内容は以下の通り、なお運行開始に先駆けて同年4月29日から6月20日まで期間中の土曜休日のうち前7日にプレ運行が実施された。営業運転は勾配区間運転時の安全上の理由から 橋本寄りに2300系、または2000系の2両編成を自由席車として連結し、4両編成で運転する。2009年12月25日には、イベント列車として、橋本駅北にも入線し、南波寄りに2300系を連結の上、南波駅まで運転された。22011.2201522009。22, 編成から2231から2281から2233から2283の3編成6両が改造された。形式は、元機数車が模波2231系、元偶数車が模波2281型となった。本系列は、1521系非冷房車が運用されていた隠し線の冷房化を目的として改造されている。 そのため、後から転入してくる、先日の2200系と共に、各支線区のリニューアルに大きく貢献した。上記の2200系との違いは、二両編成単独運用を前提としているために、正面貫通路のホロワ及び貫通ホロを撤去、電気連結機の撤去、各駅のホーム高さとの兼ね合いから床面高を6センチメートル上げていることなど出る。また、 側面方向膜が2200系と異なり、拡大されていないことや、正面貫通フォロワークが撤去されていることから、2200系との外観の識別は容易である。また2200系とは異なりと兵装置も更新されていない。その後、2000年に2200系と同様に、ワンマン対応改造工事が行われた。 22, 2万2029.220312万2025.220272万2019.22023編成から2701から2271から2706から2276の6編成12両が改造された。元奇数車は、伝送解除され、区波2701系、元偶数車が模二2271型となった。 岸川千金台化合理化の一環として千二百一型を置き換えるために投入された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。